ジョージ・マイケルは、イギリス出身のシンガー・ソングライター。本名、イエオル・ヨス・キリア・コスパ・ナイオトゥ。ポップデュオ、ワム。での活動で、ウキウキ・ウェイク・ミー・アップ、ケアレス・ウィスパー、ラスト・クリスマスなどの世界的ヒット曲を作詞・作曲し、ソロシンガーとしてもアルバム、フェイスが1988年度、グラミー賞を受賞するなど成功を収めた。 トータルセールスは1億枚以上。九死の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第74位。ドイツミュンヘン公演1950年代に、イングランドに移住した、ギリシャ系キプロス人の父キリアコスパナヨトと、ユダヤ人の血を引く、イングランド人の母、レズリー・アンゴールド・ハリソンとの子として、1963年ロンドン郊外の、フィンチレー。 チャーチレーン73番地に生まれる。姉が二人より末っ子で、子供の頃から内気で、自分の中で、ジョージ・マイケルという架空のヒーローを想像し続け、後に自分がデビューしてから、もう一人の架空の自分であるとして、ジョージ・マイケルを名乗るようになる。1975年、ブッシー・ミーズ・スクールに入学し、アンドリュー・リッジリーと出会う。 1979年、エグゼクティブ結成。複数のレコード会社に持ち込むが相手にされず、後に解散する。1981年、アンドリュー・リジリーとワムを結成、ワムラップにてデビューし、数々のヒットを飛ばしたが、才能のあるジョージはソロでやっていくことを強く、希望するようになり、解散が決定する。 1986年6月28日、ウェンブリーアリーナにてワム。解散コンサート。以後、ソロ活動を開始する。ワム。時代の中期から、武将髭を生やすようになり、ソロ以降は、これがトレードマークとなった。1986年、アレサ・フランクリンのアルバム、アレサに参加して、I knew you a r e waiting をデュエット。 この曲は1987年にシングルカットされて、全英、全米チャートの両方で1位を獲得する。1987年、ファーストアルバム、フェイス発売。記録続きの大ヒットとなる。この時に作った数々の記録として、フェイスツアーが、アメリカでのその年のヒット商品に選出。一番セクシーなお尻に選出。 ビルボードアルバム部門年間チャート1位。シングル部門年間チャート1位。白人アーティストとして、初のブラックアルバムレギュラーチャート1位。1988年、2月19日の東京、日本武道館公演から、フェイスワールドツアーがスタート。シンフォニカツアー、フランス公演1990年、セカンドアルバム、リスンウィズアウトプレジュディスボリューム1発売。 ジョージ・マイケル個人としては、アルバムの出来に満足していたが、前作ほど所属レーベルが、プロモーションに力を入れなかったこともあり、アメリカでの売れ行きは鈍く、しかも、レーベル会社のソニーミュージックは、商業的に前作を下回ったために酷評をする。これに怒ったジョージ・マイケルは、ソニーはアーティストアーティストとして扱わない。こんな会社ではクリエイティブな仕事はできないと。 SME を相手に契約無効を訴える裁判を起こす。本来2枚組になる予定だった Listen Without Prejudice は2枚目の制作が間に合わず先行して1枚をボリューム1として発売。ヨーロッパではフェイスより多く売れたアルバムである。Crazy m ン n d a n c e Happy など収録予定だったアルバム Listen Without Prejudice v 2を出す予定だったが この泥沼化した裁判により発売がなくなってしまう。後に、ハッピーはエイズチャリティアルバム、レッドホットダンスに収録して発表。クレイジーマンダンスは、上記、レッドホットダンスに提供した新曲、トゥファンキーのシングルのカップリングとして発表した。また、このアルバム発売後、ワールドツアー、カバー2カバーツアーを日本より行う。 タイトルの示す通り、ツアーの選曲内容は、半分以上が、他のアーティストが歌った、カバー曲で選曲されており、オリジナル曲もアム。時代の曲を織り混ぜたりと、ソロデビュー後の曲はほとんど歌われなかった。カバーの選曲が、ツアーで回った、アメリカやヨーロッパでは有名な曲ばかりだったが、日本ではそれらの曲をほとんど知らない客が多かったため、 評論家からは酷評された。このツアー以降、本人はツアーは行わないと発言し、長年ツアーを行っていなかったが、2006年9月より、デビュー25周年ツアーとして25ライブツアーを行う。ヨーロッパ、オーストラリア、北米で行われた。ロンドンの新しいウェンブリースタジアムのコケラ落とし公演は、ジョージ・マイケルの公演である。 2011年8月よりシンフォニカツアーをスタートしたがツアー途中の同年10月26日ウイルス感染症のためロンドンのロイヤルアルバートホールでのコンサートが中止となるその後回復してツアーを続行していたものの翌月11月21日ウィーンでのコンサート開始2時間前に胸の痛みを訴えその日のコンサートは急遽中止となる ウィン総合病院に緊急入院し、肺炎と診断されたため、以降のツアースケジュールもすべて延期となった。さらに入院後、病状の悪化により、意識不明となり、一時は集中治療室に入るなど、重篤な病状であることが、マスコミに伝えられる。その後12月21日に退院し、その際の記者会見では、彼の命を救った病院スタッフに対する感謝の、 意味を込めて、病院スタッフを、自身のコンサートに、無料招待したいと語るなど、歓喜は待った様子を見せた。また、会見では、機関切開を受けていたことも、明らかにした。2012年2月21日、ロンドンのーアリーナで開催された2012年、ブリッドアワードに、サプライズ出演し、退院後2ヶ月ぶりにライブパフォーマンスを見せるとともに、最優秀。 ブリティッシュアルバム賞を受賞したアデルの紹介にあたってはプレゼンターも務めた2012年8月12日ロンドンオリンピック閉会式に出演しフリーダム90とホワイトライトの2曲を歌った2014年3月オリジナルアルバムとしては10年ぶりとなるシンフォニカをリリース前述したシンフォニカツアーからの音源を収録したライブアルバムで プロデューサーを務めたフィル・ラモーンにとっては、生涯最後のプロデュース作品となるとともに、ジョージ・マイケル本人にとっても、生涯最後の作品、かつ、生涯唯一のライブアルバムとなった。2016年12月25日午後、イングランド南部オックスフォードシャー州の自宅で死去。53歳没。死因は、検視官の見解では、拡張型心筋症。 心筋炎、死亡肝の症状が見られた、自然死である、と2017年3月に発表された。愛用していた、アコースティックギター1998年に、公然わいせつの現行犯で逮捕された。アウトサイドのミュージックビデオでは、この事件のことを自らパロディにしている。後に、テレビ番組で現役であることを、カミングアウト。ジョージの死後。 彼が生前に、事前活動を匿名で行っていたことが、明らかになった。なお、以下の活動はなくなるまで、本人の希望で隠されていた。ジョージには、ソロシンガーとして80年代における全米、ナンバーワンシングル数8曲という記録があり、これは、マイケル・ジャクソンの九曲に次いで二位である。1988年ザ・フェイスツアー1991年。 カバーツー、カバーツアー。ありがとうございます。